コードは君たちが？はい、そうですけど。ちょっと見せてもらってもいいかな？これ、どう思う？そうだな。あのさ、あの久野里って人、うちの生徒なのか？僕、何か変なこと言った？いえ、先輩がタメ口だったから。ごめんなさい、つい。いえ、そのままでいいです。私は前からそうしてくれと言ってましたし。わかりましじゃなくて、わかったよ、有村さん。有村。え？さんもつけなくていいです。わかった、有村。それで、何の話でしたっけ？あ、だからあの人。知らないんですか？先輩と同じ3年生だそうですよ。と言っても、ほとんど学校に来たことないらしいですけど。学校に来ないって、不登校ってこと？さあ、私もそこまでは。っていうか、そもそも何者なんだ？僕たちのこと嫌ってるみたいだけど。さあ。さあって、知り合いなんだろ？私も、この前会ったばかりで詳しいことは知りません。ただ。ただ？あ、そうか。わかった。それじゃあ。
俺たちは先に失礼する。君たちの迎えは少し後になると思うが、くれぐれも協力頼むな。はあ。わかりました。だから、そうめんどくさそうな顔するなって。時間がかからないように手は打っておく。それじゃ、頼んだぞ。なあ。もう一度、事件の整理をしてみるか。ねえ、タク。ん？どうした、おのえ？能力者って、なんだろうね。は？なんだそれ、ラノベかなんかの話か。ううん、さっき、進藤さん？新城さんか。うん、さっき新城さんが制服の上に白衣着た人とそんなこと。お前、二人の話聞こえたのか？歴史シールの不可思議な現象とか、能力者がなんとかとか、事件に関係あるのかなって。いくらなんでも、警察がそんなこと真面目に。聞き間違いじゃないのか？そうかな。確かにそんな風に聞こえたんだけど。なあ、有村。何か心当たりはないか？
有村。え？ああ、何ですかそれ。私アニメとか見ないんで。尾上、他に何か聞こえなかったか？新庄さんたちの話。他に？他にはね、おーい、宮代くん、和樹くんいる？それに有村くんも。先生。よーしよし、おとなしくしてるね。そろそろ警察に行くよ。え？警察の人が迎えに来るんじゃ。引率係だよ。君たちは別に犯罪者じゃないし、あくまでもうちの生徒だからね。警察に呼ばれたなら僕が連れて行くのが筋だと思って。どうだい？僕っていい教師だろ？それじゃ行こうか。ああ、伊藤君と尾上君はすぐに帰宅すること。いいね。ういっす。はーい。あの、先生。なんだい？その、文化祭はどうなるんでしょうか？さあ、今ちょうど会議中でどうなるかはまだわからないね。文化祭なんて別にどうでもよかったのにな。嘘ね。え？どうかした？宮代くん。ん？あ、すみません。その、これから警察行くなら、結構時間かかりますよね。そうなるだろうね。だったら、貴重品とかまとめて、持って行ってもいいですか？置きっぱなしっていうのもなんなんで。ああ、確かに。有村くん、君も自分の教室へ行って持ってきなさい。僕は昇降口で待ってるから。はい。
尾上。どうしたの、タク。し、さっきの話の続きだけどな。聞かせてくれないか。君はこうなることを予見していたのか。予見？今日わざわざ渡部の対談を見に行くと言い出したのはなぜだ。それどころか有村比奈にも渡部と接触するよう昨日から指示していたんだろう。まさか実は君が黒幕だとかいうオチはやめてくれよ。そうできるならそうしてもいいかもな。渡部が殺されるかもしれないという予感はあった。予感を確信に変えるために有村に接触するように指示したんだ。だがまさか今日殺されるという予想はしていなかった。有村比奈江が渡部に接触すると何がわかるんだ。
渡部はあの若さでスクープを連発しすぎていたと思わないか。ああ、それが何か。どうしたんだろう。こんなの信じられない。どうしたんだ。胃の中で見つかった。綺麗すぎるな。それだけじゃない。こんなのは異常だ。勝手に。これは…まだちゃんと確認はしていないが、食道にも異常なほどの膨張が見られる。シールが途中で詰まっている可能性が高い。考えられる死因は？窒息死だろうな。つまりこういうことか。渡部は窒息するほど何枚も何枚も何枚も力士シールを飲み込んでいたと。Thank you.
おかえり。なんだ、思ったより早かったな。有村は？警察からまっすぐ帰った。もしかして僕たちを待っててくれたのか？誰が好き好んで野郎を待たなきゃいかんのだ。和樹のことを待ってたんだよ。花ちゃん、騙されちゃダメだよ。しんちゃんは片付けに時間がかかってるだけだから。ん？こらこら、言うなお前は。あ、でも片付けってことは、やっぱ中止なのか、学祭。うん、タクが出てった後、アナウンスがあって。そっか。もしかしたら延期って可能性もあるかと思ったんだけど。ま、しゃあねえわな。なんたって殺人だからな。で、お前らの方はどうだったんだよ。犯人扱いとかされなかったか？大丈夫か？なんで僕が疑われるんだよ。むしろ重要な目撃者だぞ。だからじゃねえか。ミステリーで目撃者っつったら容疑者確定だろ。刑事ドラマの見過ぎだって。それにしてもさ、本当に今日事件が起こるなんてな。これで俺たちの推測は当たってたってことだな。そうだな。しかも今回の渡部の殺人には、それが直接凶器として使われていた。は？なんだって？
警察の話だと渡部の死因は窒息死だよな。口の中に例のシールがいっぱいだったんだろ。シールを口に入れられて喉に詰まっちゃったのかな。犯人はなんでそんなことしたんだ。つうかさ、そもそも今までの事件と犯人が同じだと思うか。え？どういうこと？だってなあ。僕だって最初はそう考えたよ。警察から話を聞くまではね。でも、すべての事件の特徴を順追って見てみると、今回の事件も明らかに同一の事件に属するものじゃないかと思えるんだ。これまでの事件と共通点があるってこと？それを聞いてほしい。順追って話す。さっきの話の続きだけどな、聞かせてくれないか。さっきの話？言ってたろ、新庄さんと黒里さんの話。能力者とか不可思議なこととか。ああ、なんだっけ、そうそう、なんかね、変なんだって、これまでの事件が。そりゃ変だろ。だからこそ僕たちだって追っかけてるわけだし。ああ、そういう意味じゃなくてね、死んだ被害者の人たちが。ん？最初の犠牲者、こっちみんなの人のニヤ生のタイトル知ってるよね。俺し未来が見えてしまう剣だろ。本当にね、その未来を予知できたのかもって。は？で、次の音漏れたんなんだけど、ライブに来てた人が変だったんだって。変ってどういう意味だ？ね、なんか熱に浮かされてたみたいな感じ。歌自体は大したことないんだけど、歌声に取りつかれたみたいな。なんだよそれ、よくわかんないな。そんなこと言われてもそう言ってたんだもん。まあいい、
で、次の回転デッドは？バイトなのに業績がすごく良かったって。それは単に有能だっただけじゃないのか？そうなんだけどね、なんかこう相手の望んでることが分かるっていうか、もしかしたら盗聴でもしてるんじゃないかって陰で言われてたみたい。私が聞いたのはこれで全部だけど。いや、上出来だ。よくそこまで聞き取ってくれたな。もしかして役に立つ？ああ。全てを確かめるためにもう一度事件を整理してみるから見ててくれ。なんだ、円数2をプレイするんじゃないのか？ううん。信じられないけれど、あり得る。なんだよ、気持ち悪いな。急に変な笑い声出すなよ。だってね、なんかいつものタクに戻ったなって。あ、
僕は気づいたんだ。直接犯人には繋がらないかもしれないけど、事件の全容を知る上で、いや、ひょっとしたら世界の常識を覆すような大きな共通点に。マジかよ。すごい。まず今回の渡部氏殺害事件がニュージェネの狂気の再来と呼ばれる一連の事件の延長線上にあるという話。でもよ、さっきも言ったけど、ただの窒息死なんだろ。いや違う、渡部の死因は確かに窒息死だけど、単に口の中いっぱいに力士シールを詰め込まれて死んだわけじゃない。どういうことだ。彼は力士シールを胃の中までいっぱいに詰め込まれて死んだらしい。胃の中まで？それって…そう、力士シールを無理やり、それも噛み砕くことなく原型を残したまま大量に飲み込んで、あるいは飲まされて、それが原因で窒息して死んだ。そういうことになる。そいつはまた…雑どころじゃないんだ。むしろあまりにも変質的なんだよ。だったら確かに今回の事件も一連の事件と同じ流れの中にあるってことになるわけか。だがな宮代、それがさっき言ってた世界の常識を覆すほどの共通点なのか。いや、今のはただ渡部氏殺害事件が連続殺人事件の一環であるということを確認しただけで、もちろん本題はこの先にある。まずこっちみんなと呼ばれている第一の事件の被害者大谷優馬、彼は未来がわかると言っていた。んなのただの煽り文句だろ。いいから最後まで聞けって。第二の事件音漏れたん、被害者高柳百音の歌声には妙な魅力があったってファンは口を揃えて証言してる。聞いているだけでトランス状態になれるって。うんうん、あの刑事さんそんなようなことを言ってた。クラブとかで踊ってる連中と同じだろ。音楽や歌が聞いてる人間をトランス状態にするのはよくあることだ。人をそういう状態にするにはそれなりの条件が必要だろ。クラブなんかはそういう効果をもたらすために作られた閉鎖空間だ。でも高柳百音がストリートライブをしていた場所は違う。何の設備もない路上だ。うん？まあいいや、続けてくれ。そして第三の事件、回転デッドの被害者柿田博則、
彼はまるで顧客の心が読めているみたいだったそうだ。ん？おい、まさか。渡部のあの写真、力士シールの表情が違うってことは言ったよな。最初あれはコラージュか何かだと思った。実際渡部にはそういう噂があったからな。でもどうやら違うらしいんだ。刑事に確認してみたんだよ。そしたら渡部の撮った写真には改ざんされた形跡はなかったらしい。となると考えられる可能性は、いや待てって、いくらなんでもそりゃないだろう。え、しんちゃん今のでわかったの？やめとけ。要するに宮代はこう言いたいんだ。今回の事件の被害者に共通するのは、全員不可解とも思える現象を引き起こしていたという点だ。それが意味するのは、そう、彼らはみんな、彼らは特殊な能力を持っていた。そうだな。特殊って、尾上が新庄さんから聞いた言葉で言うなら超能力？超能力ってミステリー小説だったら噴飯物どころか読者が怒っちまうぜ。残念ながらこれは小説じゃない、事実だ。だったらなおさらだよなあ。みんな、
力ってあれでしょ、こう透明になって女子更衣室に忍び込んだりするやつ。まあそういうのもあるかもしれないけど、普通はテレパシーとか。あ、テレパシーいいな。携帯電話とかいらないから料金かからないし。でもさ、超能力なんて言い始めたら何でもありだろう。それこそ誰かが遠くから超能力を使って殺人を犯したとか。いや、超能力って言っても多分そこまで便利なものじゃないんじゃないかな。せいぜい一つの能力しか使えないとか。それに忘れてもらっちゃ困るけど、超能力者なのは犯人ではなく、でも被害者が超能力者ってことは犯人もそう。まあな。そういえばさ、前にアットチャンネルか何かでそういう都市伝説があるってタク言ってなかった？確か渋谷で生活してると不思議な力が身につくとか。あ、ああ、それなら俺も知ってるけどさ。でもあれって地震で死んだ人の霊が取り付くとかなんとか言われ。いくらなんでもそれはな。霊の話は後付けで、現象だけは実際のものだとしたら。んなこと言って。火のないところに煙は立たないって言うよ。火の気のないところに火をつけて回るのがアットチャンネルだろうが。それはそうだけど。でも尾上は聞いたんだよな、能力者がどうとか言うの。そうそうだよ、警察の人が言ってたもん。だからってよ。伊藤の言いたいこともわかる。でも仮説の一つとして考えておいても。それはまあ、まあ百歩譲って宮代の仮説が正しいとしようじゃないか。もう一つの共通点って？力士シールだろ。あ、そっか。そもそもなんで全ての現場に力士。普通に考えたら殺された人が残すんだよ。ダイイングな。でも今回の場合は凶器そのものが力士シールな。となると犯人が置いてったってこと。誰かに何らかのメッセージを送るためか。電話だ。のんちゃんから。ということで吉祥寺で今行列。どうですか、気になるお店。二つ目のつけ麺のお店が。きそうですね。今テロップが出ています。速報です。今日お昼頃、フリージャーナリストの渡部智明さん22歳が渋谷署では事件事故の両方の可能性があるとして、渡部さんの死因や病気の有無など詳しく調べ、渡部さんはつい先日渋谷で大量に貼られている力士シールと連続自殺事件に関連性があるという内容のスクープ記事を書き注目されていました。
そんなの考えすぎだ。まさかな。おい、クルス。な、クルス、起きろ。おいって。傷に触るだろう。ちゃんと寝てな。また警察に連れて行かれたって聞いたんだけど。この情報に間違いはないわね。誰の情報？そんなの誰だっていいでしょ。それより本当なの？どうなの？それは。さっきから黙っているなんて、一体どうしたんでしょうね。もしかしたら、私の声が聞こえなかったんでしょうか。
そういうことならもう一度お聞きしましょうか。先ほどのお話は。聞こえてます。大丈夫です。そう。だったらどうしてお返事してくれないのかしら。すみません。まあいいでしょう。それで？はい。さっきの話は、その、本当です。でも、それは僕のせいじゃなくて、事件が起きたんだからしょうがないっていうか。ほら、クルスも知ってるだろ、渡部との対談の件。そういうわけで警察に連れて行かれたのは、僕たちが重要な目撃者だっただけで、他には何もないから、本当に。でもさ、最近なんか少しおかしいと思ってるんだ。おかしい？何が？最初はさ、もちろん僕たちから興味を持って事件のことを調べてた。けど最近はその事件自体が逆に僕らを追ってきてるような、そんな気がするんだよ。昨日、昨日言ってくれたわよね。あ、昨日、考えるって、そう言ってくれたわよね。それは、
僕だってそのつもりだったよ。でもさ、でも今日またいろいろあって、それで新しく分かったことがあるんだよ。分かったこと？そうなんだ。さっき部室でみんなと話してたんだけど、今回の事件の被害者には共通点があるんだよ。その共通点とは何かっていうと、実は、実は一連の事件の被害者ってみんな特殊な現象を体験してたみたいなんだよ。未来予知とか人の心を読んだりとか念写とか、つまり超能力ってことで。超能力？そうなんだ。全員が何かしらの能力を持ってた可能性があって、この予想が本当なら事件そのものだけじゃなく世界的な常識を根本から覆すことになるかもしれない。これってすごいことじゃ。お願いだから。来る、す。怖いの、私。え？これ以上、あなたが事件に首を突っ込んで、何かあったらと思うと。あなたにだってわかるでしょ？大切なものを失う。私はもう失いたくないの。家族だから。お願い、タクル。そんなおかしな事件を追うのは、もう、やめて。ああ、そうか。本当にごめん。タクル。でも。え？一つだけ、やっておかなきゃいけないことがあるんだ。
それは、うん、私たち家族より同じくらい大事なことかな。同じくらい。スマホ取り返さなきゃ。そんなのダメなんだ。あれには新聞部のデータが入ってる。それにこデータって連絡先とか取材の成果とかでしょ。うん。でも、もしものことだってあるし。クルス、どうしたんだよ、おい。クルス、返事しろよ。クルス・ノノならいない。もう宮城タクル。お前愚かなやつだ。余計なことに首を突っ込まなければ死ぬこともなかったろうに。そうだ、血だよ、言ったろ。今更後悔しても遅いぞ、宮代タクル。ああ、無駄だ。あとはお前だけだ。さっさと死ね。